二重星団は、ペルセウス座にある、三階星団である。カシオペア座との境界の近く、天の川のほぼ中央に位置している。二つの三階星団が近接しているためこの名で、呼ばれる。1603年ヨハンバイエルにより、西側の星団に H、東側の星団には、海のバイエル符号が振られたため、H 海と呼ばれることがある。NGC カタログ。 メルカタログでのカタログ番号は、西側の星団が NGC869, メル13、東側の星団が NGC884, メル14である。なお、ペルセウス座には、ペルセウス座海星という六等級の構成もあるが、天球上では、海星団に近いものの距離はずっと近い無関係な構成であり、混乱を避けるためペルセウス座七番星と呼ばれる。 この二つの三回星団は、ペルセウスザ OB アソシエーションの中核を成していると考えられ、誕生してから約1400万年が経過しているとされる。二重星団に属する構成のうち特に質量が大きい星は、急速に進化して赤色超巨星となっている。半規則型変更星のペルセウスザ S 星、ペルセウスザ T 星、 ペルセウス・ザ・ RS 星は二重星団に属する赤色超巨星である。肉眼でも存在が確認できるため、すでに紀元前からヒッパルコスにより、恒星ではない、かすかな光の塊として記録されていた。過去、H と回の符号が、どの天体につけられたのかについて混乱が見られた。1840年代以降は NGC884 が回。 NGC869 が H とみなされているが、もともとティコブラーエは二つの星団を一つのものと考えており、そのティコブラーエの星表をもとに、バイエル符号をつけたバイエルが、H ペルセとしたのは別の星であると考えられている。この天体が二つの星団であると明確に認識したのは、望遠鏡によって観測したガリレオ・ガリレー、または、ウィリアム・ハーシェルであるとされる。 目立つ天体ではあるが、シャルルメシエはメシエ番号を与えていない。ありがとうございます。